こんばんは。前回の続きやっていきます。早く起きて、遅刻するぞ。今ならまだ間に合う。うん。バッグ開ける。はい。あ、なるほどね。見た目変えれるんだ。お、いいね。ついてこないと迷子になるぞ。呪文学の教室はこの先にあるはずだけど、ここの絵画たちは俺たちを根気よく案内してくれるわけではないからね。ついていけばいいのかな。走りこれ。近く。やっと来ましたね。早く座りなさい。授業が始まりますよ。呪文学はとても実用性の高い科目であり、5学年目まで学んでいただくことになります。かつて一人の生徒が入学して1年も経たない時に大人のトロールを倒したことがあります。そしてその時にこの呪文を使い、友人のハリー・ポッターとハーマイオニー・グレンジャーを救ったのです。忘れたな、久しぶりで。ベンタス！モンスターブル！メテオロジンクス。援護ジオ。ウィンガーディアムレビオーサ。戦闘悪くないな。
はい。すごい。たくさん練習してるの？そうでもないわ。生まれつきの才能よ。俺も君みたいになれたらいいな。そのうちあなたも上達するんじゃないかしら。いい？ビューンと振って、ひょいだろ。特訓してみる。暇なら決闘クラブで練習してみたら？一緒に来る？その度胸があればだけど。言い忘れてたわ、私はカサンドラ。うん、ぜひ。俺は、ああ、言っちゃった。あなたの実力、そんなものじゃないでしょ。はい、これでいい。準備はいい？ついてきて。負けてもくよくよしないことね。自分のこれ。なるほど。で、マッチングか。意外と面白い。トロール。アクロマンチュラベノム。スパイダーズ。インセンディオ。メテオロジンクス。へえ、そう。決闘のやり方をよく知ってるのね。なかなかやるじゃない。それじゃあもっと本気を出してみたいんじゃない？例えば私を相手にするとか。2対1ってこと？そんなの不公平だ。いや、2対2でやろうってことだと思う。ただそれだとパートナーがいるね。そういうことなら私が一緒に出てあげるよ。決闘はいいんだけど、最初にいなくなった女の子どうなったんだよ。そこやってないんだけどな。
トロールケンタウルス。スパイダーズインカトロール。メテオロジンクス。僕に逆らうと後悔する。インセンディオ、エンタウリス、アクロマンチュラベノム。あなた運がいいわね。廊下で会ったことあるよ。これからはよろしくな。覚えてるわ。浮遊呪文について教えてた。あなた上達が早いわね。でも喜ぶのは気が早いわ。もっと強くなりなさい。そしたらもう一度戦ってあげてもいいわ。望むところだ。決闘って楽しいね。君とまた戦いたい。そうなら期待して待ってるわ。対戦できるみたいだね。1対1とか2対2で他のプレイヤーとリアルタイムで対戦って書いてますね。これいいね。とりあえずここも出てショップ画面をか。これか。あ、無料がある。なんかよくできてる。絵がめちゃくちゃ綺麗。これはかなりいいですね。次は廊下にまた行きます。お、ここら辺は課金かな。浮遊爆弾を男子トイレに仕掛けるのはどうだ。いや、フィルチの部屋に使おう。そうしよう、弟よ。一体何を企んでるんだ。その箱は何だ。何のことだ。そこの箱のことだよ。箱じゃない、揮発性アクセサリーだ。危険だけど面白い代物だ。つまり君には関係ない。あ、フィルチの足音がする。箱じゃないものと一緒に罰則を受けることになりたくないならそれを持ってさっさとどっかに行った方がいいと思うけど。僕たちにはもっといい考えがあるんだ。じゃあな、バカ。嫌な奴らだ。フィルチは今監督製トイレでピーブズのいたずらの処理をしてるな。これなんだ。フィッシャーが言うには確か浮遊爆弾って名前じゃなかったっけ。そろそろ呪文学の授業に行かなきゃ。これはひとまず預かって授業が終わったら返しに来よう。なんだ。バトル、いきなり。はい、やっぱり。フィルチなんて来ないじゃないか。あいつ騙したな。兄貴、僕たちは騙されるのが嫌いだ。そうだろう。浮遊爆弾。
パイダーズ。インセンディオ。アクロマンチュラベノン。モンスターブ。めちゃくちゃ綺麗。あいつらムカつくな。けど浮遊爆弾ってなかなか面白いな。と言ってもフィルチに誤解されないように早いうちに捨てた方がいいかもしれないけど。何を隠す。浮遊爆弾か。本当に誤解なんです。これは俺のじゃなくて。そんな言い訳は聞き飽きた。さあ早く私。逃げるしかないんだ。どうした？そんなに慌てて。小さな爆発で厄介なことになってて。お前もフィルチに目をつけられたのか？俺もつい最近フィルチに追われたよ。腐った卵のせいで。いかなる時も冷静さを保て。それが解決を導く一番の鍵になる。歴史上の偉大な魔法使いたちは皆そうした。例えば誰でしょうか？とても興味深い話ですね。おん。では十数年前魔法省で起きた伝説の決闘について話をしよう。本当に壮絶な戦いだった。魔法省のホールに飾られている友人は今でもその決闘のことを口にするほどだ。いいですね。
構やられてる。また会話なんだ。なるほど。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。